こんにちは。大きなドラマチックフラワーアレンジメント教室ブーケットパフュームの相澤智美です。本日はこちらの雪柳を使いました鳥かごをイメージしたアレンジメントの魅力についてお話をしてみたいと思います。それでは最後までお付き合いください。こちらのアレンジメントの最大の魅力はこの雪柳です。雪柳を、アーチ状にして使い、そして、鳥かごに見立ててみました。これは雪柳の、反り返る、枝ぶりを使ってこのような形に作りました。そして上のところで、留めています。もう一つの魅力は春のお花をたくさん使ったところです。ラナンキュラスやバラ、そしてスイートピー、パンジーも入っています。とても香りのいいアレンジメントになりました。色もカラフルに取り揃え、春の陽気な雰囲気を出してみました。さらに足元に小手まりを入れまして、ふんわりと柔らかい雰囲気も出してみました。そして、上に使ったこの雪柳を少し、枝を整理して、それをこの足元のところに入れて一体感を出してみました。これがあるのとないとではアレンジメントの柔らかい雰囲気ですとか一体感ですとか、華やかさ、そういったものが全然変わってきます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。